リのわさこはい、アサコレディオ。はい、アさこはい、どうもです。しうもです。はい、どうも吉運さん。え、この短期間でね、はい、あのラジオがうまくなりましたぎゅんでございます。うまくなってないよ。え、導入うまかったやろ。 え機能前回のあ前回の導入いや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 えそうかな何よえ何よりも喋りすぎじゃない人タイムキープ能力がまだちょっと足りてないみたいですタイムキーパーちょっとあの導入だけを意識してたら導入であの綺麗な流れに行こうじゃなくて私はいらんこと言わんとこうっていう意識でやってます。 なるほどね確かに、うん、それは確かにシュッ,<う>シュッとしてたそういやっいらんこと言わんかったあんなスムーズにいくんやなってい思いました、うんうん、確かに確かにはいあのショーさんはいあのショーさんが寝込んでた時、うん、私 携帯のアプリちまちましてラジオ更新してたんですけどなんかちょっとあのスッと入ってる BGM なんかちょっと良くなかったですかあなんかいろいろ趣向を凝らそうとしてましたよね <laughs> あまあまあ適当にパパパッと選んだと思うんですけどね <laughs> <laughs> 入ってたやつをなんかいいなと思ってこの BGM でこんななんかちょっと おもろい感じになんのかと思ってね <laughs> 楽しかったです、ね、<laughs> 確かにそういうの俺転機してるからな全然全然トルシオさんがあのライブキャンセルですいませんっていう日の 導入がなんかちょっと、うん、わざとらしくなんかシリアスな BGM 流れ出したときにこれちょっとふざけてるように思われたらどうしようと思ってちょっと悩んだりもしました、ね。いいんじゃないですか。そんな感じでね。雰囲気作り、うん。雰囲気作りっていいですよね。<laughs> ラジオ楽しいですよね。うん、本当ね。いやよかったです。うんうん、でジョーさん。はい、あー。 さてっと、明日 <laughs> <laughs> えちゃうのよ、これ今20分一人でずっと喋り続けててから疲れてるのよ、もうこの人 <laughs> 前回のラジオが <laughs> そうちょっとね、びっくりしました20分ってなかなか,なんか,いかんよあんな喋るとちょうどあのリスナーさんからもお願いだから10分ぐらいにしてくださいっていう声もいただいてるんですからそうなんですよね,ね 10分ぐらいやったらなんかうっかり2回とか聞いちゃうから15分20分とかなるともう、うん、1>, い1回聞くのも大変なる <laughs> 1回聞くのも大変な,のそうなんかこう開いた時にさ「あ二20分」って出てるってなったら今聞くべきかなんか時間の時に聞くべきかみたいな、ね、帰りの電車にした方がいいのかなかってなるなる,なる,なる,なるうる、ん 今日はちょっ10分ぐらいで今日は分もういきたいと思いますさらっとね今日もまさに今日ライブなのでこの後そうですねはい柏に久しぶりに向かっております私たち柏手音フェスタ2021ということで割とこれねんか割と頻繁にやってるフェスタらしいんですよでその概要が初めに送られてきた時から思ってたんですけどほんまにいつもの雰囲気と違うもうまるで違うよそうね うん、フェスってだけでも違うのに、うん、まず今日知ってる演者さんが誰一人いないということ。そう。で、あの、わかんないですけど、その、その概要の中で出演者さんのプロフィールとかもすごい丁寧にいっぱい貼り付けてね、送ってくれてたんですよね、うん、主催の方が。うん、で、それうち割とちょっと名刀してたんですけど、うん、なんていうのかな、ちょっとメジャー向けというか、なんか、 割グランプリ取ってたりとか、プロフィールをねどこまで信じたいの分からんけど、うんうん、ほんまにちょっとアウェイにも程があるなっていう。<laughs> まあ普段本当交わることがない人たち、ね、ばかりです。私友達作りたいです。そうね、そうだからなんか逆にも、まあ、今回こう出たかったのはそういうところからかそうなん,ですなんか。 あんまり。逆にて定。否定して人はいないっていう。逆にっ。ど、う、しんきで、ここ。出たら。うん、ほんまに。どういう反応なんやろう。っていうの、もシンプルに気になった。うんうん、そうね。うん。でも。 ちゃんとセットリストを初心者向けにしてるんで大丈夫っすよね。<laughs> 初心、まあそう、初心者向けなのか分かんないけど。いや、それすらも分からないです。ずっとやってみないと分かんないですけど。本当にわかんないしかも25分に割と詰め込んでるんで、もう、ね、押さないように押さないようにって流れをやっていくと、意味わからんライブになる可能性もありますね。うん、うん。ちょっと全く分かんないです。いや楽しみけどね。楽しみですね。うん、逆に、あの、お客さん、普段の、 いつものお客さんもあの、うん、数名来てくれて本当にありがたいですけど、うん、もうむしろもなんか他人のふりしててほしいぐらいの気持ちはね <laughs> 逆に楽しみ方で言うと、うん、<laughs> 確かにちょっとなんか一線引、うん、一線置いて客観的に見た方が楽しいのかもしれへんっていうぐらい<そう> <laughs> そう、うん、初見が多い中でやるのが、うん、や,るやっとるわそうです、ね、頑張っとるこいつらみたいな<う> <laughs> 目でね <laughs> 逆にいいですよ うちらよりも、うん、あのいつもの感じで楽しんだとしたらお客さんの方が変な目で見られる可能性もありますからね。あなんかまれにあるよねそういうこと稀にありますボイラーのライブってお客さんに変なお客さんいるんみたから。分からないですけどもねさすがにもね明日は転がらないとは思いますけど <laughs>、うん、ねちょっと。 お客さんの方が癖強いっていうこと多々あるからもうねえ <laughs> びっくりするもんあの絶対おいしいやんとかで踊ってんのはもう見慣れてるじゃないですか、うん、あこの曲で何ちゅう動きしてんねんっていうこととかもたまにあるんよんあるある後ろの方で一人でとか、うん、それちょっと見,見た時にすっごいねあ,あの。 キーソ、レンの。キーソの。一番な。キーソ連してみたいな。負け、負けるかっていあ、なるほどね。うん、でも、嬉しい反面。それは嬉しい。すげーパフォーマンスしてはるって思う。うん。あ、そんな感じでね。フェスタ、楽しんでいきたいと思います。撮り前なんで。まあ、いかに次のバンドをやりにくくさせるかっていう感じでいきましょうか。ですよね。うん。うん。うん、そうですね。で、ところで。え、その次のライブが。 27日もう1週間を切っております。はい、池袋アダム通称軍。二十、はい、27日、ジップアウトとボイラーリクガメ通番対決でございます。はいすね、まあ、せっかくの VS なんで、うん、あんまり言ってないですけど、もう決まってるのは、もうサウナスーツ対決をここの、この日でやりますと。<laughs> サウナスーツ対決ね。やります。うん、はい。一応、まあ、ラジオではちょっと言っときましょうか。うん、あのー、サウナースーツを着てですね、2バンドで。うんうん でもうさも着てないかのようにライブするんで私たちは <laughs> もうあれなんかいつもとちょっと衣装が違うなぐらいに思っててくださいうちらもサウナスーツ慣れもしてるバンドやからそりゃ余裕は全員 <laughs> うんやからもうほんまになんかそのあなんか今日黒くてスタイリッシュでかっこいいね衣装 <laughs> ああみたいなでなんかいつもよりちょっとだけ汗かいてていつもより暑いね暑いライブだね <laughs> っていう感じで見ててください まあ、わかんないですけど、<ー>も当日うちらがねどうなるかわからないけども、うん、もう対決はそこじゃないんで、うん、音楽なんでマジでプラスアルファなんですよね<ー>サウナスーツっていうのはやっぱりその音楽って正直その勝ち負けって自分の中であったりとかお客さんの中であったりとかって、うん、それ公にはいこっちの勝利ってやるもんじゃないと思ってるんでだから でも一応 VS やから目に見える勝敗が何かあった方がいいんじゃないかと、うん、なるほどね目に見える汗の量ですよ <laughs> もう目に見えるように汗の量で <laughs> とにかく汗かいた方が勝ちっていうことですかジですマジですうん、うん、T シャツのグレーが黒になってる面積が多い方が勝ちです、うん、ああグレー T シャツみんな着てる感じグレー T シャツ着ましょう買います私 <laughs> あのねねそそれをでで見ててこうそうです、ね、っていうすすい話にはなってますちょっと前回の5日のラジオでもちらっと言ってたけど、はいうん、でねちょっと謝らないといけないことがあのその日にああのまあまあ、次も角刈りって言ってたんですけど <laughs> 本当にいや誰もやると思ってないよみんな<え>お客さん。 <laughs> 本当にそんな罰ゲームやるとは思ってな,い,よ <laughs> んないんだって思ってたら申し訳ないんでちょっと角刈り私の,あのどうしても <laughs>、はい、うちの理想の角刈りが見つからんのやどういうことどういうこといやまあまあすっごいリアルな面をかぶそうと思ってさすがにちょっとショーンさん以外は女性なんでね <laughs> あのでね狩るわけにはいかんので。うん、で,であの面で,リアルな感じで。 行こうかなー思うてないんやけど、うん、もう本当にないので理想のやつがあ確かにななんかちょっとギャグっぽすぎるというか、ね、そういうのもありそうやけど集団何がしの時も角刈<ー>りの面を一回探したことある、うんやマジでなくてちょっと,ちょっとなんかまあ3,000円ぐらい、ね、ちょっとその中でも高いやつを買って届いたのを見たら、はい いやもうどこが角刈りやねんみたいなもう黒の毛布毛布やないかいみたいなのが届いちゃってなんかちょっとねあの角刈りはちょっとダメでしたわなのであのこの日あのボイラーのライブ終わってこの日までにお互いがお互いのバンドに当日してほしいことを罰ゲーム考えといてもらって 私たちも考えて、で、当日に発表という形にしましょう。罰 <laughs> ゲームは。はい。なので、何を言われても私らもし万回一負けたら、そうね。やらないといけないですし、ねすうん、で、まあ、ブクロックで株狩り披露とかって言ってましたけど、まあ、その日の対決の勝敗は、最後までその日、うん、皆さん最後まで見届けたいと思うんで、その日にも罰ゲームをしましょうと、ということになりましたんで、と、はい、いうことになってます。うん。はい。 えなんでねやそういう不足付属もあるんで楽,楽しいですね罰ゲーム考えるの罰ゲームしいあうち、ね、昨日ちょっとひらめいたのかな後で言うなあ後で言うそうでまあちょっとあプラスあるは置いといてあのー、うちらのライブちょっとね本当に楽しみにしてってくださいうんまあ2マンで本当にがっつりのや,つやりますやつやからね超楽しみです、うん あの、そんなになんかい、いらんことはしないですけど、いらんこと。そうね。昔みたいにライブ中に握手会とか、<laughs> 握手会とかね、机わざわざ長い椅子出してライブ中に。 <laughs> やったなライブ中にやることちゃうんだよでお客さん並ばして「誰がライブ中に握手したいねん」っていうコーとかもそんなしませんので <laughs>、うん、あのーね、昔の曲歌いたい曲、うんえー、たくさんやります。いや昨日そのリハであってさどうでしたこんながっつりいっちゃうっていう感じになったよななんか。 だね、なんかいろいろ言ってるうちに言ってるうちに <laughs> 息つく暇もないなっていう、うん、なんかそのさそのサウナスーツ着て汗かくっていうのがあるから水、はい、分補給大事やでもこれ飲むとかあるみたいなそれぐらいこうそうねまあ、うん、ペットボトルホルダーあじゃあマイクさんのこと水分補給は大事なのでそれをやってほしいんですーね。 もう固定しとくので、うん、いつでも飲めるように <laughs> 息継ぎのブレスの時にスッキュッてオコンって <laughs> <や>そうだから結構ゆっくりする暇ないからでかつそのサウナスーツ着てるんやろうめちゃくちゃしんどいでこれい,、ね、いやちょっともうやってみないと分からんからねうち何回かスタジオでサウナスーツ着た時全然いけたもん それはさなんか普通に練習でやってる感じやんまあまあ確かにライブでがっつりこうねやるってやったらこれはえらいことです最初で最後やと思いますでしょうもう本当にでしょうなそうね謎やもんなマジもうジッパウトもうポチったらしいからおおすごいそスのの日うちに素晴らしい素晴らしい楽しみですね なのでちょツーマン対決これマじでや、はい、くともねあのサウナスーツは何かしらの形で巻き込んでやろうかなとは思ってますけどもね <laughs> うん、うん、はいはい楽しみにしててください通よっしゃはかしかかなはかしほっはいあ急に終わるんですね日 <laughs> も13分いっちゃったああもうそうかそうかはい、はい、すいませんねはいいいえいえでは えー本日カシオンフェスタ皆様楽しんでください。はい、ほほほな。ほな皆さん。はい。あまあさほらほらささ,さ,さっとさっと,さっとな。ね